DeNA ベイスターズのオースティン選手に関して驚きの情報が出ているということで見ていきたいと思います。オースティン選手の今年の成績ですけれども、2割9分8厘、ホームラン17本、打点43、出塁率3割7分、 OPS970、 得点圏打率が3割9分6厘と、とてつもない成績を残しています。先制、同点、勝ち越し、逆転、こうした重要な局面での殊勲ホームランというふうに呼ばれるホームランなんですけれども、これが10本出ておりまして、リーグ2位岡本選手に次いでリーグ2位となっています。本当に同点の場面とかビハインドの場面の試合の終盤で、なんとかこう2アウトからでも同点ホームランとかでなんとか追いつくとか、そういったチームを救うホームランっていうのを何度も打ってくれました。試合の終盤でオースティン選手がいるかいないかで、DeNA のこう期待値っていうのは全然違うものがありますね。ただ今年もやっぱり故障での離脱っていうのがオースティン選手は少しつきまとっているような感じで、101試合中65試合とシーズンの6割ほどしか試合に出場することができていません。なのでまだ規定打席にも到達することができていないという状況です。そんなオースティン選手に関して驚きの情報が判明したと、こちら見ていきたいと思います。オースティン選手の存在感を表すデータなんですけれども、オースティン選手が1軍に登録されているときは38勝30敗1分けで、勝率が5割5分9厘というのが8月9日終了時点での成績になっています。一方、オースティン選手が故障などで不在のときなんかは10勝21敗1分けで、勝率が3割2分3厘ということになっています。なのでこの数値だけ見ると、オースティン選手がいるかいないかで DeNA の勝率っていうのは大幅に変わっていて、オースティン選手が仮に開幕からずっとフル稼働で規定打席到達しているような状況ですと、もしかすると今頃 A クラス入りだった可能性っていうのもあると、それぐらいの存在感なんですね。先日は DeNA 自力優勝消滅ということになってしまいましたけれども、ここからオースティン選手が最後まで離脱なく戦ってチーム状態もさらに上がっていくということになれば、まだここから A クラス入りの可能性っていうのも残されています。3位の阪神とは 4.5 ゲーム差と大きく離されてしまっている状況ではありますけれども、ここからの追い上げに注目したいと思います。以上です。